ペ基準でーす。コウキです。ツルギです。レイチェルです。いや違うな。ということで渋谷にやってきました。はい、今朝の8時過ぎですね。はい、やってますけどね。なんと今日はキシンバトルツアーの罰ゲームということで、はい、山手線一周徒歩の旅思ってます。はい、はい、やる気持ちあります。僕はすごい今回ここ来た時からずっと思ってたんですけど、あったかいおうどん食べたいなと思ってますお昼に食べようよ、はい、で今日はね渋谷からスタートして新宿方面の方に歩いていこうかなと思っております。あのルールなんですけど、3駅で問題が出題されます。救済処置として高田馬場、秋葉原、品川、渋谷から馬場までは僕がついていって、馬場で問題出して帰ります。はいはい。あれなんかずっといるんじゃないんですか。あ、いないですね。で馬場から秋葉原までは軽水で、軽水が問題出して帰ります。で秋葉原から品川まで勝手に行ってください、3人でで品川から渋谷最終地点までは雄大くんが付き添ってくれますので。今日はね何時間かかるかわかんないんですが、頑張っていこうかなと思いますので、はい、行きまーしょい。一番カロリー調べてみたんですよ、駅の数を。で30駅ぐらいあるんですよね、山手線って。うまく正解していけば3分の1はだいたい消せるのよ。そうだね。あ、素材なくなったわって。あ、取れてますから今の。そんなこと言わないで、みんなで頑張ろうよ。はい、ということで、一つ目の駅、原宿駅に来ました。いやもうすぐかな。いやもうすぐだな。いやちょっと待って。え、何？行き止まり。行き止まり。思わない男。ここら辺で本当は気づいてたんだけどね、これだけ気にして向こうまで歩いてる。頑張れ。先見てくるわ。行ってらっしゃい。大丈夫かな。絶対やばい。あの勢いは絶対やばかったと思う。いやいやいや、怖すぎるな。誰か手を貸してください。代々木公園に着きました。代々木公園駅。代々木駅駅に着きました。3駅目。代々木駅さ、よくゆいと一緒になんか作品作った時があったのよ。あったね。そこでね、毎回代々木の駅の近くのスタジオでさ、リハしてたから。それぶりよ、うん、なんとここでね、さっき連絡来まして、ケースにもうババついてます。早い、あんま待たせてあげるとね、かわいそうなんで。早いな、プレッシャーかかるな。なんかそういう追い込んでくるっていう、ね、あ、これ入ってる、もう撮ってる。裏事情が来ました。はい、新宿、はい、あっちだ、こっちだ。あっちかの方が新宿着きましたね。ピッタマスク探してたんだけど、うん、ピッタマスクなくて、これにした。ハート、それやばいって。まだ新宿、まだ新宿なんすけど、マックに来ました。朝ごはん食べてなかったからね。あ、そっかそっか。これ食べて山手線一周頑張ります。はい、頑張る。おかしいのよ。何？マック食って頑張ろうっていう話してたよね。した。あのね、ご飯食ったら眠くなった。なんかあれじゃないですか、ちょうどいいとこマック。あ、そうそう、なんか今まで座ることなかったから。いやいや、座った方がね、
ケースインもう1時間以上待たしてるんですよ高田のままではい着きました。新大久保駅、サムギョプサル、カムサムニカ、もうここまで来ちゃったんだよね。まだまだなのよ、まだここまでしか来てない。4駅だっけ。4駅30分の4 全然行ってない。やばいよ。行きますか。もう行きましょう。せーの。いやだからないんだって何回やんのよそれ。やれんの怖い。はーい、はい、着きましたよ。だからどこは。ただ着いた着いた。やっとだよ。第一目的的な。うん、ということでね、ここで問題なんですけど、ちょっと静かなところに移動しましょう。移動しよう。はい、 はい、ということで、はい、高田のままにつきまして、救済処置ということで問題を、でね、その問題に回答できましたら、ルーレットで3駅か1駅、はい、ルーレットで決めたいと思います。ということで皆さん携帯をちょっと出してもらっていいですか。ちょっと不正のないように。持ってないですね。持ってないの今日。ゴー持ってきてない。はい、ということで回答時間2分となってます。メンバー愛のある皆さんならもちろん知ってるんじゃないでしょうか。僕ユイトとケイスイの誕生日足したら何の数字になるでしょうかという問題です。例題ね、2000年生まれ1月1日の場合は200000101なので200101になります。なんで僕とケイスイの生年月日足したら何になるでしょうかという問題ですね。暗算でお願いします。よーいスタート。はじめ。2000年生まれ。えっそう、マジじゃあ2000年の1月25、はい、足して。あ、足してないのか。1万120万125足す俺が行くとだから1994年生まれ。あ、でも早割れか。早割れ。95の3月の3秒です。2分経ちました。まあボーナスタイムでじゃああと1分ぐらいあげますね。はい、あと30秒です。はい、3分経ちました。いきます。はい、お願いします。答えは39,095,442。不正解。だよね。正解はですね、でも惜しかったです。3,994,448でした。うわ、でも惜しかったんじゃない。95年の3月23でした。ということで高田の馬場から秋葉原までは徒歩で行っていただきます。じゃあ歩いて秋葉原まで、はい、お願いします。いってらっしゃい。ここからケースに変わりますね。ゆいとありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。バイバイ。ありがとうございます。じゃあいってらっしゃい。行きます。ということで私ケースにカメラマン変わりました。なんか元気なんだけど。元気だね。なんか元気だね。いやちょっと残念ながらね、クイズ。いやマジクイズきつかった。いや、あいつらヤバくない？ヤバ。ねえ、動画撮ってるんだけど。動画撮ってるの。違うんだよ。
きました。はい、目白駅、目白駅、はい、お疲れ様です。はい、割と近かったんじゃないですか、一駅。近かった ね、次が遠いよ。次、頑張りましょうか。行けるじゃあ、行きましょうか。よい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 。はい。池袋来ました。お疲れ様です。まだやる。言って。俺言ってくれないとずっとやっちゃうタイプだから。はい。はい。着きました、池袋。お疲れ様でーす。丸の内サディティック。目白から思ったより近くて。近かったね。ね、長く感じ思ってたけど。意外と近かったですね。近かったです、うん。池袋はリハーサルでよく来ますよね。確かに。そうね。結構ね、俺たちね、いろんなとこへリハするんでね、うん、それぞれの駅で割とね、うん、思い出じゃないですけど、こんなとこやったなみたいな、うん、思い出はあるよ、ね。ちなみにね、はい、これやりながら、山手線一周しながら、検証じゃないですけど、うん、やってて俺は。裏、うん、検証。はい。山手線一周してる間に、うん、この1月の寒さの中、半袖半ズボンの人いるんじゃないかっていう。ワンチャン、半袖半ズボンの人に出会えるんじゃないかっていう検証やってて俺。こんな感じで、じゃあ次、はい、行きましょう。行きましょう。よし、行こう。戻んないとあれかな。え、でもさ、戻ってさ、こう行った方がいいよね。うん。あ、じゃあレイ、後で合流で。ハハ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 。頑張ろう。はい、ということで、はい、スラムも着きました。お疲れ様でーす。覚えてる人、覚えてないっす。ついに昼を過ぎて1時です。1時もう1時早いね。いやでもちょうどいいかも。あのスラムで、ちょっと商店街でなんか食べたいなって、うん、言ってた、言ってたから、それによってね、どんどん多分でもね、来ないから巣鴨って。巣鴨はね、商店街ね、はい、有名らしいですね。巣鴨も始めました。ということで、はい、商店街へ行きましょう。レッツゴー。ごめん。なんかいたずらしてごめん。乾杯。ケーピー。乾杯。ブルートゥース。はい。どうですか、コウキさん、調子は。調子、もう喋ることはないです。そうね。喋ることはないと思いますよ。スタートしてからまだ9駅です。歩くの絶対遅いね、俺ら。つかねえわ。もうね、コウキさん足の方もね、だいぶ来ちゃってる。足バグってるんですよ。はい、ということで、駒込来ました。はい、お疲れ様です。ちょっと来ましたよ。はい、駒込なんですけども、ちょっと、ね、時間の都合上で、ね、すぐに次の日が徐々に、ね、日が徐々に、ね、行きたいと思うので、駒込は以上です。はい、着かないって。千葉ロッテ大丈夫だよ、うん、ずっと歩いてる。